の16日9時26分今日も例のごとく25分から30分の間に並びました。今日は7の次に強い日、今日からですね真ん中のボタンを押したいと思います。で、真ん中のボタンが押せなかったら右にずれます。今日からね真ん中のボタンを押したいと思います。今まで左のボタンばっかり押してましたけど、左のボタンねあんまり成績良くないよね。真ん中のボタン期待しましょう。さあ真ん中のボタン押しますよ。お待たせしました、ね、おはようございます。おはようございます、お待たせしました。うっそ、おはようございます。どうぞ、おはようございます、お待たせしました。130人ぐらいしかいないのに141番、これベッケじゃないの。マイタージンガ、はい、10月17日9時半、今日はですねあいにくの天気ですね、傘もありますね。まあ、これはあのブルーハーツの河本ひろと風に言うと、いや今日は絶好のパチンコ日和だねなんて言ってます。並びます。それでですねパチンコ、ちょっと見えますかね。これ今日のヒント、いざ頂点、青と赤と雷、これ絶対番長でしょということで今日番長いきます。わ、壊れてる。真ん中押しますよ今日も。真ん中2つあるんで左側押します。さあ来い。おまあまあだ。今日300人ぐらいいますからね、だいぶ昇格しました。おはようございます、ウィンウィン二郎です。なんかね10月に入ってからライターを呼べなくなったり告知ができなくなったりしてるんですよね。だいぶパチンコ屋さんに厳しくなってる時代が来ました。まあそんな中今日は並んでます。10月18日9時半、今日は何にもない日です。本当はねこういう日はね並ばなくて全然いいんですけどね。今日も例のごとく真ん中を押します。お、23番だいぶ昇格。でも何にもない日だからね。ただねリベンジですよ、リベンジ、長番のね雷門のリベンジです。10月の22日9時半、世間はゾロ目の日と言います。さあ今日も例のごとく、あ右が潰れてる、真ん中を押したいと思います。うわなんだこれ、164番、だいぶ後ろに行っちゃいましたね。隣でなぜか外人さんが並んでます。酔っ払いの外人さんだから絡まれてます。なんかずっと関西の若い人が外人さんの話を聞いてあげてます。優しい、聞いてるともう漫才にしか聞こえないです。面白いです。かわいいよ、かわいいって言ってました。なんかねライター呼べなくなってから
面白くなってきましたね。設定の入れ方とかね、そういうのがいいよね。呼ぶだけだからね、芸能人とかライターとか。工夫がないです、工夫が。工夫が出てきた。さあ行きましょう。あ、外人さんがいる。今日は10月の26日9時半。また例のごとく9時半近くで並びました。6の日で7の次ぐらい強い日。さあ今日も例のごとく真ん中を押しますね。ご来店ありがとうございます。ご来店ありがとうございます。本日は6の月日となっております。ご来店ありがとうございます。真ん中は良くないな、これどうやら。さあこのでっかいビル、ゴジラがいる東宝ビルですよ。それのズドン並んでます。さあ急いでおりました。走ってきましたからね。はい、315番。今日は10月の27日9時半、平日、木曜日なんですよね。これ日曜日だとこれの倍はありますね。600人か700人くらい並びます。お、締め切りのカウントダウン。パソコンが3台から4台あるんですけど、また今日も例のごとく真ん中を押します。じゃあどうぞ。おはようございます。186番ちょっと昇格。10月の28日10時28分意外といる。10月28日10時29分160人ぐらいですね。あれ1台潰れてる。ということで真ん中押しますね。全然変わらない。160人中125度。今日はね、11時開店なんですよ。うわー今日は寒い。失敗した。薄着で来ちゃいましたよ。なんかね、今日からこの件が核保険になるらしいですね。11月1日9時半雨の日です。ゾロ目のトップカンパニーの日。今日は11月の1日ゾロ目でトップカンパニーの日だから暑いんだよね。お待たせいたしました。真ん中落ちましょう。今日もお休みくださいませ。どうぞ。63番。まあまあだな。11月5日9時半土曜日。今日はゴッドが強い日。おはようございます。ボタンワンプッシュ1回のみでお願いいたします。真ん中押します。なるべく優しく押し上げてくださいませ。優しく押しました。53番。まあまあでしょ。さあ並びますか。年に一度の月と日にちがゾロ目の日、11月11日9時半金曜日。さあ行きますか。今日も真ん中押しますよ。3台あって、はい、真ん中押します。俺今日バジリスク打ちたい。お、微妙な。うわー微妙だ。これじゃバジリスク打てるかな。今日は11月11日ゾロ目の月ゾロ目の日。 Z ゾロの日ですわ。ということで多分ゾロ目狙います。